マリア・グギングの芸術家の家芸術家の家はオーストリアのニーダー・エスターライヒ州委員の郊外にあるマリア・グギング精神科病院内にあった精神障害者の芸術家の共同生活施設設立は1981年で精神科病院内の患者の生活するための家であった1981年に全身であるセンターが開設され 1986年に芸術家の家と解消された。2006年には一部が美術館に改修された。選ばれたアウトサイダーアートの作家たちが共同生活をしている。その運営には何人かのスタッフがつき、国の援助、寄付、融資の女性そして作品の売却によって費用を得ている。彼らは作家たちを拘束したりせず、 自由に任せていることも特徴的である。彼らには数とに一つの個室があてがわれ、そこを含む家の中や外壁は、この家に住む作家たちによって色彩豊かに装飾されてしまった。この裏らかさは、現在の責任者、ヨハン・ファイラッハーの方針によるところも大きい。現在は、作家らは、主に美術館とギャラリーに併設するアトリエで、 創作活動を行っている。作家たちは芸術の家解説以前も含めてグギングの芸術家たちとして世に知られていて代表する作家にアウグスト・バッラやオズワルド・チルトナー、ルドルフ・ホラ・チェック、ヨハン・ハウザー、フィリップ・ショップケがいる。芸術家の家は精神科医のレオ・ナブラティルによって始められた。ナブラティルは芸術に理解があり、 1950年代から患者たちの美術の才能を伸ばすべく指導を行ってきた。その作品はメディアにも取り上げられ、だんだん知れ渡っていった。1970年には初の展覧会が好評を持って迎えられた。1981年にはマリア・グギング精神科病院内に芸術家の家の前身となるセンターが設けられた。 1986年に芸術家の家に改称され、同年のナブラティルの引退後は彫刻家で医学者であるヨハン・ファイラッハーが責任者に就任している。ここでは芸術家の家の作家の新作やそれ以外の作品を展示している。また芸術家の家の手前には以前小児科等であった建物を改修して美術館、ギャラリー、アトリエ等が入る建物がある。 アール・ブリュットを専門とする美術館である。現在はその国立病院は閉鎖している。芸術家の家は跡地の丘の上にあり、丘の下は科学技術研究所のイストなどになっている。その森の中の家は2011年に改修して女性作家も生活ができるようになった。その建物の前の丘の上には子供らのワークショップの場がある。 そこには2014年現在で12人の芸術家が住んでいる。1999年にドキュメンタージャパンの井原嵐久美子監督によるドキュメンタリー映画遠足でアウスフロックがある。撮影は映画誰も知らない歩いても歩いてもの山崎博士が担当。音楽はトランペッターの近藤敏則。2009年に DVD 化された。 ありがとうございます。